こんにちは。今回は氷川きよしさんの10月10日から公開になった新 CM について、その内容や撮影の裏話、氷川さんのコメントなどをまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。ニューアルバムの発売も間近に控え、デビュー20周年のコンサートも大成功を収めた氷川きよし。記念年ということもあって、テレビにも引っ張りだこだが、そんな中、10月10日から公開される新 CM にも氷川が出演する。氷川が出演するのは、格安携帯キャリア X モバイルを全国展開する X モバイル株式会社の新 CM。 携帯電話だけでなく、高齢者向け製品やモバイル Wi-Fi といった幅広い商品が揃っており、氷川はそのイメージキャラクターに起用されたというわけだ。本日公開された新 CM は、プレゼン編、すごい電話編、限界突破 Wi-Fi 編の3本。プレゼン編では、グリーンのグラデーションスーツを着た氷川が、格安スマホのメリットを爽やかに紹介。きよしの携帯 X モバイルを合言葉に、軽快にプレゼンテーションをしていくという内容だ。すごい電話編では、振り込め詐欺撲滅を力強く語り、振り込め詐欺の電話のほとんどがかかってくるという固定電話を、使い慣れた見た目はそのままに携帯にするという画期的な固定電話型携帯電話を紹介し、CM 内ではいつもの大丈夫ポーズも見られる。そして同日より発売の限界突破 Wi-Fi 編では、氷川の限界突破サバイバーにかけて、黒で揃えたロック調の衣装に身を包み、クールな表情でモバイル Wi-Fi の限界を突破していく。 X モバイル公式からの PR では CM 撮影の裏話も公開。商品や店舗の説明を詳しく聞いた上で撮影に臨み、目力をもっと強めます、もう少し笑顔でやってみますと自ら演技の提案をしたりと、 CD ジャケットや雑誌などの撮影でも一切の妥協を許さない真面目な姿勢がここでも現れていたことが明かされている。またセットを変えながら1日で3本と長時間の撮影でも、異なる表情を演じ分けながら和やかに進行したそうだ。華やかなグリーンのグラデーションスーツを着こなすホワイト氷川と、黒のクールな衣装に身を包んだブラック氷川の異なる2つの表情にご注目くださいとあるように、全く違った雰囲気の演じ分けにも注目だ。 CM は X モバイルの公式ページをはじめ YouTube などで見ることができる。また同時に CM のメイキング映像も公開されており、撮影の様子やその合間に出演者と談笑する様子、何度も一人でセリフを確認して練習したり、監督からの細かい指示を打ち合わせしたりといったシーンがカメラに収められている。撮影終わりには出来上がりが楽しみです、次も頑張りますとコメントし、続きがあることも示唆した氷川。まずは今回の雄姿をチェックしつつ、あるかもしれない続編も期
待したい。 CM でも見せた氷川は CD の売り上げも好調で、今年の紅白出場もほぼ確実と言えるだろう。今年も残るは3ヶ月ほどだが、大晦日の大舞台に向けて応援していきたいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。